塩村彩香7月6日隊は、日本の政治家、放送作家、タレント、元グラビアアイドル。立憲民主党所属の参議院議員。元東京都議会議員。議会登録名は、塩村彩香。株式会社オフィス21に所属。ペンネームは、マノカホという名義を使っていた。血液型 AB 型。広島県福山市出身。父は、 参拝勝利会社を経営していて、随意契約で市のおど収集運搬を受け負っていた。1991年3月、福山市立高小学校卒業。1994年3月、福山市立高取中学校卒業。高校在学中の1996年、スポーツ用品販売会社アルペンのイメージがあるコンテストに応募して、純グランプリ、翌年には、 第8回ニューカレドニアプリンセスに応募して審査員、特別賞を得た。1997年3月、岡山県岡山市北区にある私立、修日高等学校を卒業。1998年、ミスヤングマガジンとなり、ヤングマガジンをはじめ、スコラ、ヤングジャンプ、ヤングサンデーなどのグラビアに出演した。1999年3月、教立女子短期大学卒業。 2001年頃に一旦芸能活動を退く。その後イギリスに語学留学し、オーストラリアオーストラリアンスクールオブホスピタリティホテルマネージメントでホスピタリティマネジメントを学ぶ。2007年、アカシアさんまが司会を務めるテレビ番組、恋の唐騒ぎに第14期生として出演し、MVP を獲得した。 恋の空騒ぎへの出演終了後、同番組を手掛けていた山田美穂子に憧れ、日本テレビ系の番組を担当する放送作家としての活動を始める。2012年に開校した維新政治塾の塾生となり、その後、慶応義塾大学通信教育課程に進むも、学費の未納により除籍。その後、中央大学法学部通信教育課程に進む。 2013年にみんなの党に入党し、2013年6月23日党開票の東京都議会議員選挙へ、世田谷区から公認候補として立候補し、23,621票を得て6位で初当選を果たした。東京都都議会議員となった後は、都議会会派、みんなの党東京副幹事長、厚生委員会副委員長、動物愛護管理審議会委員、 東京都議会東京多摩国体推進議員連盟を務めた。みんなの党回答後も、後継会派、輝け東京に所属していたが、2015年2月1日に、離脱し一人会派、東京みんなの改革を設立。2016年4月、民進党広島県連が、道路交通法違反により摘発され、支部長を、解任された、橋本弘明に代わる、衆議院。 広島3区の新支部長に福山市出身の塩村を当てることを検討。2017年2月に正式に広島3区支部長に内定した。国政選挙への立候補が内定していることから、2017年の都議選には立候補しなかった。第48回衆議院議員総選挙では、民進党の希望の党への事実上の合流が決まり、民進党から公認を得ることができなくなった。 2017年10月2日、自身の Facebook で無所属で選挙に挑むことを表明。希望の党への公認申請についてはもともと出していないとする報道と、希望の党からの立候補を目指していたとする報道両方ある。6日には、日本共産党が独自候補要率を取りやめて、塩村を支援することになった。党開票の結果、 自由民主党の河合克行に敗れ落選。2018年5月7日民進党が希望の党の一部と合流し、国民民主党が結成されるとこれに参加し、同党の広島三区支部長に就任した。その後2019年1月25日に国民民主党に離党届を提出し、同年夏の第25回参議院議員、通常選挙に東京都選挙区から、 立憲民主党公認で立候補することを表明した。これを受けて、国民民主党は、同年2月6日の同党総務会で、党規約が定める、党の名誉及び信頼を傷つける、行為、党規約、倫理規則が定める、本党の運営に著しい悪影響を及ぼす、行為、倫理規則が定める、打政党を利する行為、言動など、党の結束を乱す、行為、 言動に該当するとして、離党届は受理せず、塩村を除籍処分相当とし、3月6日の拡大総務会で正式に除籍を決定した。2019年の第25回参議院議員通常、選挙において立憲民主党公認候補として、東京都選挙区から立候補し、688,234票を得て初当選した。 参議院議員当選後は、参議院の予算委員会、内閣委員会、立憲民主党の青年局に所属。塩村彩香の公式サイトによると、2012年と2015年の終戦記念日に靖国神社を参拝しているが、いずれも公式のものではなく、国会議員になってからは参拝していない。2014年6月18日、東京都議会本会議において、 塩村が晩婚化対策に関する東京都の支援について質問していた最中に複数の男性の声で早く結婚した方がいいんじゃないか、埋めないのか。と、議員席からヤジを飛ばされて涙ぐむ場面があり、女性に対するセクシャルハラスメントだとして6月20日に都議会議長宛てに提出した処分要求書は不受理となったが社会的にも批判や抗議が巻き起こり、 世界にも報道され、名乗り出た矢地発言者や発言者が所属する、当役員などが謝罪した。自身の不妊治療問題への取り組みによる経験から、検査した結果、卵管と子宮の癒着により、不妊傾向が強いことから、卵子凍結保存を選択し、望みをつないでいる。2012年に死去した父は11歳の時の1945年8月6日、 広島市への原子爆弾投下により被爆しており、塩村は被爆二世である。被爆者が亡くなると、原爆死没者名簿に記されて、平和記念公園の慰霊碑に奉納されるが、塩村が初めて参列した8月6日の式典で、その様子を見たとき、涙が溢れたという。ちなみに、塩村は父について2016年に出版した著書の中で、父母は離婚。 父親が事件を起こした、彼とは中学を卒業後ほとんど会っていないといった事情を明かしている。2007年に、赤子や三馬が司会を務める恋の空騒ぎに出演した際、別れた男性から1500万円の遺写料をもらったり、妊娠したと偽って、男性を脅したりした過去があるという発言をしている。東京都世田谷区にある塩村の事務所で、縦缶板や、 郵便受けが壊されていたことが2020年6月1日、塩村や警視庁世田谷署への取材で分かった。同署は器物損壊容疑を視野に調べている。塩村によると、今回だけではなく、これまでも刃物を連想させるものを封書で送ってきたり、ポストに大量の嫌がらせを入れられたり、解文書を選挙区中にばらまかれたり、議会まで嫌がらせをしに来た上で、 金品の要求されたりしているという。普通自動車免許、英検2級、漢字能力検定2級、公筆書者検定3級などの資格を取得し、国際コミュニケーション英語能力テストのスコアは730であるという。また日本旅行作家協会生会員、温泉ソムリエでもある。ありがとうございます。